趣味で YouTube やってます、宮野和です。ということで久しぶりにパワープロ実況の方をやっていきたいと思います。最近ねログインするだけでやたらねパワーストーンもらえるんですけど、まあ、今回はねこのパワーストーンを使わずにガチャの方を引いていきたいと思います。ということでこちらですね、無料エイプリルフールガチャということでパワーストーン0個で回せる、しかも PSR ガチャ券がついているという神ガチャでございます。そう、まあ、無料のねガチャの方は、まあ、PR 以上が確定してるんですけど、まあ本来の目的はねこっちじゃなくて PSR ガチャ券をね引いていければいいなと思います。まあこちらが逆におまけみたいなもんですよね。でもまあ普通に無料で引けるのはありがたいんでね、引いていきましょう。おでもグー来た。あれ SR は確定じゃないか。確定じゃないですね、びっくりした。一瞬確定演出かと思った。 PR ですね、以下に守る。あいいんじゃない。うん普通にいいよね。売り切れ以外の獲得アイテムはプレゼントいただきます。はい、ありがとうございます。ということで本来の目的はこちらではなく、今プレゼントに届いたこちらですね、 PSR ガチャ券ということで、僕初めて引きます PSR ガチャ。今ね SR 以上のキャラクター持ってないんですよね。そう、 PSR のキャラは1枚も持ってないです。なのでこのチケットでね引く PSR が僕の初の PSR キャラということになります。いきましょう。ドキドキだわ、怖すぎる。誰が来ても全然嬉しいわ PSR だったら。ピンクもちろん。 PSR の確定演出とかはないのかな。同じピンク。さあどんなキャラが来るのか PSR で。落ち着こうか落ち着こうか。佐久間博士。なるほど、これはちょっとパッと見た瞬間に、パッと出てきた瞬間にあれ外れ疑惑みたいなのが頭に浮かんでましたね。脳裏に浮かんできた。ってことで佐久間博士、あーこれ初期キャラですね。だいぶまあとはいえどね、ちょっとまあ選手評価とかよくわからないんですけど、まあ、初期キャラとはいえどね PSR っていうのはやっぱ大事だと思うんで、こちらはねちょっと育てて、まあ、今後ね使えるなら使っていければいいなと思います。はい、ということで僕のね PSR チケットガチャ券はね、まあ、佐久間選手、佐久間でした。はい、そんな感じでね、今後またパワープロはねパワーストーン今溜まってることですし、まあなんかガチャの方とかね引いていければいいなと思います。ということでこの辺でこの動画終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次のパワープロ実況、また他の実況でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。